サワディカー。はい、それではカーリー大学第56回目の授業としましては河合継之助、この人物について学びたいと思います。はい、河合継之助、まあこちらの人物ですね。まあ幕末、それも戊辰戦争で活躍した、そりゃもう愛すべき男なんですよ。でね、今回なぜこの河合継之助の話にしたかというと、前回の白虎隊、つまり会津藩に立場的に似ている状況の中にいたような人なんですよ。だから大越列藩同盟ってあったじゃないですか。あれの中の越、つまり越後の中の長岡藩、これを戊辰戦争の時に主導した人なんですよ。でね、前回の白虎隊の話、だから会津藩と立場的に状況が似ているというふうに先ほど言いましたけれども、その会津藩と何が違うって、この河合継之助はあくまでも個人プレーなんですよ。だから会津藩というのはあくまでも組織として、この会津藩自体があの当時の幕末戊辰の時代に非常に重き存在であったわけなんですけど、この河合継之助は違うんですよ。彼の長岡藩がどうのじゃなくて、この河合継之助個人の存在こそが非常に重きを成してるんですよ。強烈なんですよ。はい、それではまずは当時の人々がこの河合継之助に対して一体どのような評価をしていたんでしょうか。今回はこのあたりから紹介していきたいと思います。長岡藩では河合を抑える人がなかろう、どうもかの男は偉すぎる、かの男を北国のあたりの役人にするのは惜しい、あれはなかなかの人物であったが惜しいことをした、河合のようなものは少ない、河合継之助は得やすからざる人物である、不幸純逆道をことにしたので俗名を追うて倒れたが、もしも今日世にあるならば大格に立つべき一人である、確かに一大の傑物である。河合というやつはおかしなことを言うやつだ。河合とはこの塾に長くいたけれども一度も話したことがない。しかしながら長い間にいろいろな人と会ったが、まず人物としては河合ほどのものを見たことがない。俺は河合の碁を打ち将棋を指すところを見て河合の人物を知った。今まであんな愉快な将棋碁というものを見たことがない。まるで眼中勝敗ということがなく、しかも勝ちを制していく、要は今日の明治元勲と称するいわゆる元老諸侯には多少の面識あるも、未だ河合氏のごとく鋭い人、威厳ある人を見ず、親しむべくなれるべからずとは河合氏においてこれを見る。河合君と話をするときには息の油断もできない。あんなに早く理屈が見えて話に切り込みの激しい人は少ない。確かに近代の豪傑である。目の玉が丸く鋭く、お体の丈もあまり大柄ではなく中肉中背と申すほどでございましたが、目の玉だけは一遍見ると忘れることができぬほど偉そうでございました。はい、ということでいろんな評価はありますけれども、この河合継之助、一言で言うと変人です。また強烈な個性を持っています。そして武士の一分、これをきちんと考えられるような武士の中の武士、男の中の男である人なんですよ。だから私個人としてはですよ、いわゆる侍の鏡であるような人なんですよ。だから世界の人に知ってもらいたい、それから日本人の若い人にも知ってもらいたいんですよ。というのもこの河合継之助、日本でもあんまり有名ではないんですよ。それはなぜかというと、前回の動画でもお話ししましたけれども、歴史というのは常に勝利者が作ったストーリーでしかないんですよ。つまりこの河合継之助っていう人は敗者側の人なので、少なくとも当時は正義ではなく悪なんですよ。だから私が見るところ、もちろん勝利側の方にも人物は雲のごとく出ているんですよ。ねえ、坂本龍馬、高杉晋作、西郷隆盛、このカーリー大学でもいろいろ勉強してきたじゃないですか。これももちろんなんですけれども、敗者側に立ってしまった方にも人物はいるんですよ。そういった意味では徳川慶喜、土方歳三などいろんな視点でこの幕末を見てきたじゃないですか。でもね、これはっきり言いますよ、敗者側で人物といえばこの河合継之助が第一等の人物であります。はい、そんな河合継之助を深掘りさせてくれる今回の参考文書はこちら、峠であります。ね、上中下とありますけれども、今回もポイントだけをピックアップしてこの河合継之助の本質に迫ってまいります。はい、河合継之助はこの時32歳、街を歩いていました。途中何人かの顔見知りに出会うんですが、皆視線を合わせない。というのも地元の人は皆この河合継之助という人物をある意味畏怖心を持って見ているんですよ。何しろ変わってますから。そしてその眼光は常にキラキラしている。
胸中つぶやきの多い男だが、しかしその歩き様はゆるゆるとしたものではない。道路の中央をさっさと歩く。武士は凛々しくあらねばならぬという気風が、この藩は他藩にもなして濃い。歩き方までしつけられている。たとえにわか雨が降ってきても、軒場に逃げ込むのは町人で、武士は逃げず、雪駄を懐に放り込み、道の中央をためらいもなく歩いていく。どこに行くかというと、家老のお家なんですよ。で、その家老のお家に行くと、果たしてその家老は留守だったんですよ。すると、次の助は待つさ、と言って、その家老が帰ってくるのを待つことにしたんですよ。で、しばらく経って、その家老の家の者が、どっと笑い声がするので、その方に行ってみると、次の助が下男と枕引きをしてるんですよ。枕引きというのは、要するに、枕の端と端を双方が引っ張り合うんですよ。まあ、ゲームをして遊んでたんですよ。家の人はそれを見て困る、と思うわけですよね。だって、屋敷の風紀が乱れるじゃないですか。で、そうこうしているうちに、その家老が帰ってくるんですよ。お待たせしたようですな。屋敷内で物をかけて枕引きをしたそうな。それはなりませぬ。あくまでもなりませぬ。たかが枕引きぐらいとお手前のことだからご不満であろう。しかしそれでは当家の道が立ちませぬ。要するにこの家老が言うには、武門というのは秩序美だということを言ってるんですよ。武士とは秩序美の体現者であり、それ以外に他の階級と区別されるものはない。例えば忠義も武士だけのものではなく、商人にも忠義者はいる。勇敢なことも武士だけではない。江戸の火消しなどにも随分と勇敢なものはいる。しかし彼らには秩序美がない。武士の美がそうです。我々は懸命にこの秩序美を守らなければならぬ。その武士の屋敷で物をかけての枕引きをされては困る、ということを過労ながらに穏やかに言うんですよ。しかし、と杉之助は全く別のことを言うんですよ。ご家老はお幸せにございますな。なぜだ。その武士の世が滅びようとしている。その時にそれを憂えず、枕引きはいかぬなどという太平楽を述べておられる。はい、この時は1858年、あの井伊直助が大老に就任し、安政の大獄が始まったばかりのタイミングですよ。あのペリーがやってきて5年、この時すでに杉之助はとっくに日本の未来を憂いていたんですよ。お前さんはそれだから藩外に出せぬ。申しておきますが、私は流行りの尊王かぶれではござらぬ。流行りは嫌いだ。したがって砂漠でもない。そういう単純な言い方に自らハマって満足できるのは幸せなるかな。私はそうはいかぬ。藩は今後どうあるべきか。侍はいかに行くべきか。それのみが気がかりで夜も眠られぬ。藩外に出してもらいたい。藩外で物を考えたい。その返事は昨日いたした通りです。では明日、今一度参りましょう。何日来られても同じだ。いいや、明後日、その次も参上つかまつる。待った。そのこと、別に藩外に出る必要はあるまい。藩内で考えられてはどうか。人間をご存じない。人間はその現実から一歩離れてこそ、ものが考えられる。距離が必要である。刺激も必要である。愚人にも賢人にも会わねばならぬ。じっと探査していて物を考えられるなど、あれは嘘だ。ご家老は物を考えぬ。藩の危機を考えぬ。藩に危機などあるか。300年の徳川の天下が今、崩れようとしている。歴史が変わる。日本の明日も知れぬ。7万4千石の越後長岡藩だけが、その拉致外で生きられると大思いか。大思いとすれば、まあこれは結構な国家老様でありますこと。はい。ということで、この家老は根負けしたらしい。ついに折れて、次の助の江戸行きを許可することにするんですよ。はい。江戸に着いた次の助は、とある塾に通うことになります。その塾というのは、地高合一で有名な陽明学の本が全部揃っているところなんですよ。で、次の助はただ読むだけではなく、それを書写しているんですよ。それも独特なもので、ただ書き写しているだけではなく、その一字一字をもう彫り込むように書いているんですよ。つまり途方もない時間がかかるんですよ。それをその横で見ている青年がいるんですよ。その青年というのは、まあ端的に言うと、この河合次之助を人物と見て支持しているような青年なんですよ。で、その青年が素朴な疑問から聞くわけですよ。随分と5年が入った読み方ですけど、それだとすごく時間がかかって生涯多くの書物を読むことはできないんじゃないでしょうか。俺は知識をかき集めてはおらん。せっせと読んで記憶したところで何になる。知識の足し算をやってるだけのことではないか。知識がいくらあっても時世を救済し、歴史を立ち直らせることはできない。俺は知識という石ころを心中の炎でもって溶かしているのだ。
溶かす、お言葉が難しくてよくわかりませぬ。おみしゃん、吉原に行ったことがあるか？ありませぬ。それでいい。行くには若すぎる。吉原の帰りにさ、田んぼを歩いていると、向こうから声よけを担いで百姓が勢いよくやってくる。こっちが通るというのに道もよけない。会釈もしない。江戸の百姓は侍を恐れないからね。特に吉原界隈の百姓はそうさ。ピシャッと汚物が襟、袖、足元にかかった。汚物だぜ。どうするかね。はい、これって当時の倫理観。もっと言うと武士のあり方、武士の一文とも言うべきでしょうか。ともかくも当時の侍の考え方というものが垣間見えるので、ちょっとよくよく考えて聞いてみてください。原則で言えば当然無礼打ちにするべきなんですよ。当時の日本では士農工商といって、要するに身分の階級があったんですよ。でその一番上に来るのが武士ということで、下の農工商、つまり農民、職人、商人、これらの連中からもし武士が侮辱を受けたときは、それを無礼打ちしなければならないですし、またそれが武士階級の権威を保持するために、徳川体制では不文律として許されており、無礼打ちとして打った後、手続きとしては町奉行に届けておけばいいんですよ。が現実にはそうもいかないんですよ。要するにその無礼打ちされた百姓の親族が奉行所に騒ぎ立てるんですよ。そうしたら奉行所は幕府に報告するんですよ。でもう大事になるじゃないですか。結局は切り捨て御免の原則に基づいて、百姓の方は泣き寝入りするしかないんですけど、その武士の方もそのままでは済まされずに、兵その行い不良権であるといった別の罪状を立てられて、軽くて蟄居閉門、重くて改易か切腹ということになる場合が多いんですって。そういった事情を百姓も知ってるんですよ。だからまあ敵じゃないですけど、それを見越して騒ぎ立てるんですよ。だから春に上野の山なんかに行くと、まあ花見をやってるんですよね。今でも上野公園なんて花見の名所じゃないですか。まあそれはいいんですけど、だから酔ったあぶれ者なんかが武士に喧嘩を売ってくるんですって。通常じゃありえないですよ。抜け、抜いてみやがれ、抜けねえのかなどと毒づくんですが、武士にとっては一旦抜けば家そのものをかけねばならず、そのために容易に抜けないんですよ。ついにはそのメンバーに耐えて我慢しなければならないんですよ。それが普通になっているんですよ。それでは武士の面目が立たぬというふうに次の助は言うんですよ。武士にとって最高のモラルは潔さということであり、この道徳美は自分が武士である限り守らなければならぬ。この場合、家や家禄や我が身の命を目方に測って行動を決めるようでは武士が立たず、その原則から考えれば抜く手も見せずその百姓の首を跳ねるべきであろう。が、そうもいかぬ。それとは別に、それと同じ重さの原則がある。百姓の命ということである。当然人間の本年の憐れみという即因の情というものが起こるべきであり、この情こそ仁の根本であると儒教では教えている。武士の廉潔を守るか、即因の情という人間倫理の原則に従うべきか、この両原則が互いに相入れぬ矛盾としてそそり立っているだけに、この場合の判断が容易にできぬ。人間万事いざ行動しようとすれば、この種の矛盾が群がるように前後左右に取り囲んでくる。大は天下のことから、小は嫁姑のことに至るまで、すべてこの矛盾で満ちている。その矛盾に即決対処できる人間になるのが、俺の学問の道だ。ということを次の助はその若い青年に言うんですよ。はい、江戸で何かしねかさねばよいが、と長岡で心配しているのは次の助の父なんですよ。この次の助の父というのは穏やかな人で、まあ端的に言えば真面目な人なんですよ。あまりにも次の助のことが心配なので、藩に老齢のためということで隠居願いを出すんですよ。あとは次の助が河合家の当主となり、長岡藩の正規の構成員になるんですよ。だから父親としてはですよ、次の助に責任さえ持たせてあげれば自重するだろうということなんですよ。はい、ここで次の助が生きる封建制という世界観をちょっとお話しいたしましょう。次の助が河合家の当主となって藩重役に挨拶しに行くんですよ。するとみんなから自重せよということを言われるんですね。何を言ってやがると次の助としてはバカバカしいんですよ。いやね、藩重役の気持ちもわからぬことはないんですよ。この封建制に生きる彼らにとって、ただひたすらに無事が欲しいんですよ。無事を宝石のように思っている。だからクソくらえと次の助は思うんですよ。
無事であればそれだけでいい。封建制というものはそういうものなんですよ。とにかく無事であれば、上は将軍大名から、下は家地足軽に至るまで、先祖代々の家禄をいただいて、ひそひそと食ってはいけるし、その家禄を今度は子や孫に受け渡していけるんですよ。うまい仕組みだし、役割でもあります。息をするのも静かに息をし、荒い言葉を吐かず、他人に迷惑をかけられまいと終始気を配り、己の行儀を良くし、人の不幸は見て見ぬふりをして、こっそりと座を外す。そういう生活技術であり、そういった精神なんですよ。ともあれ、我が身の無事を祈る心が、徳川300年の最高の道徳になっていて、武士も百姓も含めて、この世襲道徳が血肉となっていて、骨をも形作っているんですよ。もういわば骨髄の思想のようなものなんですよ。俺の代からはそうはいかぬ。というふうに、次の助は思います。はい。そうこうしてるうちに、1859年7月18日、ロシアの艦隊、七隻が品川沖にやってきます。これは要するに、お前んところの樺太、あれをよこせ、ということなんですよ。我がロシア帝国は、この度、秦国に要求して、アムール一帯の土地を割譲させることに成功した。念のために言うが、この地方は我がロシアの永久領土になったのである。だから、貴国も樺太だぜ、ということを言ってきてるんですよ。これ、わかります？だから、要するに、新しくロシアの領土となったアムール地方というのは、海峡一つで樺太と隔たっているんですよ。大いに近い。近いゆえ、東方にとってはぜひ必要であり、貴国も東方の必要に協力すべきである。だから、いわゆるロシアの南下政策のことですよ。これは言ってみたら、よその家を横領した挙句、その向かいの家までも、向かいだから俺によこせ。と正面切ってやってきてるんですよ。道理も何もあったもんじゃないんですよ。はい、ということで幕府はこの件で諸藩に海防警備を命じるんですよ。次之助の長岡藩は横浜警備を仰せつけられます。で、次之助は藩からその警備隊長を命じられることになります。そして次之助はこの時、次之助らしい事件を起こします。夢見ていますか、国の未来を。もがいていますか、明日を生きるため。志高く駆け抜けた同志の